チャンシャルケンは、オランダ・リンブルフ・州ベールト出身の元男子、プロテニス選手。世界屈指の速度を誇る、強力な弾丸サーブを最大の武器にする、ビッグサーバータイプの選手である。自己最高ランキングは、シングルス11位、ダブルス21位。ATP ツアーで、シングルス9勝、ダブルス6勝を挙げた。 身長193センチメートル、体重82キログラムの超新選手。右利き、バックハンドストロークは片手打ち。チャンシャルケンは4人兄弟の2番目の子供として生まれたが、一番上の兄はダウン症候群を患い、下の弟は15歳の時にガンで亡くなっている。そんな家庭環境の中で育った彼は子供の頃から壁打ちでテニスを覚え、 1994年、全米オープンで、ジュニア男子シングルス部門を制し、この年に18歳でプロ入りした。1995年に、ツアー初優勝を記録し、1996年から、男子テニス国別対抗戦、デビスカップオランダ代表選手に選ばれる。 シャルケンは2000年ウィンブルドン選手権3回戦でマーク・フィリプーシスと対戦し最終第5セットではタイブレークを行わないため当時の大会史上最多ゲーム記録となる83ゲームと試合時間5時間5分の末にフィリプーシスが4から6、6から3、6から7、7から6、20から18で勝利をもぎ取ったこの試合が行われた ウィンブルドンの2番コートは満席になり、入場できない多数の観客に取り囲まれ、場外からも見えるスコアボードの数字にどよめくほどの盛り上がりだったという。その3ヶ月後、シャルケンはジャパンオープンテニス選手権で初優勝を飾った。シャルケンの4大大会シングルス自己最高成績は2002年全米オープン準決勝進出である。この1回戦でシャルケンは フィリップーシスと対戦していたが、フィリップーシスが第4セット終了の時点で試合を途中、棄権した。勢いづいたシャルケンは一気に自己最高のベスト4まで勝ち進んだが、準決勝でピート3プラスに6から7、6から7、2から6のストレートで敗れた。2002年から2004年まで、シャルケンはウィンブルドン選手権で3年連続のベスト8、進出を記録した。 ダブルスでは2001年全米オープン男子ダブルスでポール・ハーフースと組んでベスト4に入ったことがある。チャンシャル県は2005年春から右アキレス県の故障を抱え2006年2月にベルガモで行われたチャレンジャー大会準決勝でシモーネ・ボレッティに4から6、6から4、5から7のスコアで敗れたのを最後に翌2007年3月に30歳で現役引退を発表した。 オランダのプロテニス界には、ビッグサーバータイプが多く、1996年ウィンブルドン選手権、優勝者リカルト・クライチェクや、2003年全仏オープン、準優勝者、マルティン・フェルカークも、ビッグサーバーである。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。